こんにちは、タビニャンです。今回はイチゴがいっぱいの富士屋さんに行ってまいりました。桜とイチゴの新商品が楽しみです。せっかく桜が満開だというのに朝から雨が降っておりました。富士屋さんに来たら可愛いイチゴのケーキがたくさん、そして桜のモンブランもございます。最初にいただくのがショートケーキの宝石箱、栃木県産とちあいかとルビーチョコです。ピンクのろうそくみたいなビジュアルで、宝石箱というので中に何が入っているのかすごく楽しみになります。一番上には炎のような形をした甘酸っぱいイチゴが乗っていて、これがピンクのクリームによく合っています。外側のピンク色のクリームはルビーチョコクリームでフルーティーな味なんです。その下には生の栃木県産とちあいかがゴロゴロ入っているんです。今回これが文句なしの一番のお気に入りです。3月22日から31日までの期間限定のショートケーキの宝石箱です。この季節にぴったりの優しい桃色をしたショートケーキです。2番目にいただくのが、ずっと前から食べたいって思っていたいちごのご褒美クレープパニエです。クレープ大好きなのでね、これはぜひ食べてみたいなって思っておりました。まず初めにびっくりしたのが、可愛らしい真っ赤ないちごが2つも乗っているんです。1つだけでも十分なのに2つも乗っているなんて、まずこの段階で大感激いたしました。中にはね、黄色い桃が入っていたんです。これには意表をつかれました。一番上に赤いイチゴがトッピングされているので、てっきり中はイチゴなのかなって思っておりました。やや厚めのクレープの生地の中に、ふわふわのシフォン生地と黄桃のシロップ漬けとオレンジソース、カスタードクリームに生クリームを合わせたディプロマットクリームが入っていました。クレープの包み方もおしゃれです。2月28日から発売されているいちごのご褒美イタリアンショートケーキ、これは文句なく同率1位です。ドーム型のケーキで、中にはいちごとシャンテリークリームがたっぷり入っているんです。このね、シャンテリークリーム一味違うんですよね。スポンジはふわふわで、シャンテリークリームの濃度にぴったり合っているんです。いちごのご褒美イタリアンショートケーキという名前だけあって、仕事帰りにこのケーキを食べようって想像するだけで仕事の疲れも吹き飛ぶショートケーキです。茶色いショコラ台の上に赤い可愛いイチゴが5つも乗っているんですよ。断面が気になったのでナイフで切ってみました。赤いイチゴの下には真っ白いシャンテリークリーム、その下には軽いタイプのカスタードクリームが入っているんです。ショコラの台で一番下はココアを混ぜたクッキー生地のようでした。よく見るとイチゴの脇のところにキラキラ光る銀箔シュガーが振りかけられていました。なんておしゃれなケーキなんでしょう。いちご食べ放題に来たのかって思うくらい、いちごを使ったケーキがたくさんあって、外は雨なのに春を感じることができます。雨の中自転車を漕いで来た甲斐がありました。桜香るいちごとバニラのムースケーキ、これね、すごく口どけがよくって爽やかで甘酸っぱくって、とっても食べやすいムースです。中に入っているのが桜のクランチといちごのムースを重ねたもので、一番下はココアスポンジ、その上の白いものはバニラのムースなのかなと思ったら、軽いタイプのカスタードクリームで、その上はいちごのムース、中に桜のスポンジと桜の
クランチが入っているんです。一番上の赤いソースはベリーのソースで甘酸っぱくって、その上のシャンテリークリームがマイルドで2番目にお気に入りです。ここで何か食事系を食べたいなって、メニューを見てやっぱりグリルソーセージを頼みました。野菜を取るためにほうれん草エッグもいいかなって思ったんですけれども、このほうれん草エッグだったら家で電子レンジで簡単に作れるんじゃないかなと思って、やっぱりいつものグリルソーセージにいたしました。今エビフライもほうれん草エッグも全て550円でした。同じ550円だったら4本ソーセージがついているグリルソーセージが一番お得かなって思いました。6番目にいただくのが静岡県産大島桜のモンブランです。断面が可愛すぎます。これね、抹茶のソースが下の桜のスポンジの中に入っているんです。そして白いのはシャンテリークリームではなくてチーズクリームなんです。周りを覆っているピンクのクリームは大島桜のクリームなんです。そしてカールチョコレートはカリカリとして美味しくって、一番上にトッピングされたこの緑のソース、何の味だろうと思って食べてみたら、これが抹茶の味なんですね。抹茶の奥深い渋みがあって、桜のクリームととってもよく合っていました。桜の花びらチョコレートもカリカリしていて美味しいです。これが一番春を感じられるケーキなのかなって思います。春爛漫のモンブランです。野球は全く興味がなかったんですけれども、さすがに WBC は私も見ました。通訳の一平さんが大谷選手の前で絶対しないことがあるそうなんです。それは大谷選手の前で甘いものを食べないということなんですって。またまた新商品を取ってきました。カモミールをいただきます。このカモミールすっきりとしていてとっても飲みやすい紅茶です。静岡県産大島桜のミルクレープ、これね、一口食べて桜餅かと思うくらい和テイストなんです。クレープの生地も可愛らしい桃色で、間に挟まっているのが桜チーズクリームなんです。真ん中に少し入っているいちごと桜のソースが甘酸っぱい味でアクセントになっています。一番上には塩漬けにした桜の葉っぱが乗っているので、これがとっても和テイストで懐かしい味です。大谷選手も甘いものが大好きなんですけれども、筋肉を作る、体を作るとかで節制しているために、甘いものは食べないようにしているため、大谷選手の前ではスイーツを食べないそうなんです。釜焼きダブルシュークリーム、愛知県産お日様農園の香りのいちごを使ったクリームなんです。富士屋のシュークリーム舐めていました。シュークリームだからいくらでも食べれるだろうって思って注文したんですけれども、これ一番上はシャンテリークリーム、その下は香りのいちごのクリーム、その下には軽いタイプのカスタードクリームがサンドされていて、ボリューム満点のシュークリームです。仕入れ先を限定しているそうなんです。爽やかな甘みの香りのいちごを使ったクリームです。シュー皮はパリパリしたというシュー皮ではなくて、しっとりとした少し大きめのシュー生地なんです。その中にたっぷりとクリームがサンドされております。桜の花って毎年入学式に咲くのかとばかり思っていましたが、もう入学式の時には葉桜になっていますよね。3月23日にはもう満開で、3月24日の午前中、雨も降らず
お花見には最適のようです。グリルソーセージ4本あって、1つケーキを食べたら1本グリルソーセージを食べる、これがベストの組み合わせなんですよね。グリルソーセージあまりに美味しくって少しずつ大事に食べてます。トマトケチャップも酸味が効いていて美味しいこと。洋酒がたっぷり入ったサバランもいただきます。以前サバラン大好きすぎて私も作ったことがあるんですが、このテカリはあんずジャムを塗ってテカリを出しております。そして生地なんですけれども、スポンジ生地ではなくてイースト菌を発酵させて作ったブリオッシュ生地に洋酒を含ませているんです。洋酒は原液のままではなくてお砂糖も入れて作っているかなって思います。クリームの割合が比較的少ないので洋酒の味でどんどん食べることができるんです。一番下にはね、洋酒が溜まっているんです。それをスプーンですくって食べるところまで私は大好きです。サバランの次にはプレミアムカスタードプリン、滑らかなんですよね。卵をたくさん使っていて口当たりが滑らかでしつこくなくって、一番下にキャラメルソースがほろ苦くって、不二家の食べ放題来た時には必ず最後にいただいております。14時から不二家の食べ放題はご利用いただけます。60分2700円、お席は60分過ぎても利用が可能です。雨上がり桃色に染める桜かな by旅にゃん。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。